ヒラノが語る神宮寺雄太の支え、ナンバーアンダーライン愛の絆が生んだ奇跡の瞬間。神宮寺雄太とヒラノの友情の深さ、ファンが知るべきエピソード。神宮寺雄太とヒラノの友情は、多くのファンにとって特別なものであり、その絆の深さは単なる同僚や仲間以上のものです。彼らは共にジャニーズ事務所でデビューし、キングプリンス、キンプリとして数々の困難を乗り越えてきましたが、 その過程で築かれた絆は他のどんな友情とも比較できないほど強いものです。この記事では、彼らがどのようにしてこの強い絆を築き上げたのか、そしてその絆がどのように彼らの人生やキャリアに影響を与えたのかを探ります。神宮寺勇太は、ジャニーズ事務所に所属する前からその才能と魅力で注目を集めていました。彼は常に前向きで、努力を惜しまない性格であり、 その姿勢は他のメンバーやファンにも大きな影響を与えてきました。一方、平野翔もまた、幼い頃からダンスや演技に秀でており、ジャニーズに入所するやいなやその才能を開花させました。2人が初めて出会ったのは、まだジャニーズ JR として活動していた頃です。その時から、2人はお互いに惹かれ合い、自然と強い絆が生まれました。平野翔はその華やかな存在感とリーダーシップで知られており、 金プリのセンターとしててグループを牽引しししきましたしかし、その背後には常に神宮寺雄太の支えがありました。神宮寺は、平野が困難に直面した時やプレッシャーを感じた時に、常にそばで支え続けてきました。彼の冷静さと優しさは、平野にとって大きな安心感を与える存在でした。彼らの関係は、単なるリーダーとサポート役ではなく、お互いが補完し合い、高め合う関係でした。 神宮寺雄太は、どちらかというと控えめで、グループの他のメンバーを引き立てる役割を自ら進んで引き受けるタイプです。彼は決して自分を前面に出さず、常に周囲の状況を見極めながら行動します。その姿勢は、特に平野省に対して強く表れていました。平野がセンターとして前に出るとき、神宮寺はその後ろでしっかりと支え、彼の力を最大限に引き出すために尽力しました。 このような関係性が築かれていたからこそ、キンプリは数々の困難を乗り越え、成功を収めることができたのです。しかし、神宮寺勇太自身もまた、グループの中で独自の存在感を放っていました。彼の魅力は、その穏やかさと冷静さにあります。彼は決して派手なパフォーマンスをするわけではありませんが、その落ち着いた佇まいと誠実さは、ファンのみならずメンバーにも深く愛されていました。 平野紫はそんな神宮寺の存在を常に大切に思っており、彼のサポートがなければ自分はここまで来られなかったと語ることも多々あります。二人の絆が最も強く感じられるのは、困難な時期においてです。キンプリとしての活動が順調な時だけでなく、個々のメンバーがそれぞれの課題に直面した時にも、彼らの友情は揺るがないものでした。特に、平野紫が大きなプレッシャーを感じることが多かった時期には、 神宮寺の支えが彼を助けました。神宮寺はいつも冷静に状況を分析し、適切なアドバイスをするだけでなく、平野の心の支えとしても大きな役割を果たしていました。神宮寺雄太が平野紫との友情を選んだ理由の一つには、彼自身の人間性が深く関わっています。彼は一人っ子で育ち、常に周囲の人々との関係を大切にしてきました。彼にとって平野紫は、 兄弟のような存在であり家族のような大切な存在です平野もまた神宮寺を同じように思っており彼らの間には強い信頼関係が築かれていますこの信頼関係があるからこそ彼らはどんな困難にも立ち向かうことができるのですさらに二人の関係は単なる友情にとどまらずプロフェッショナルな面でもお互いに支え合っています 平野翔はその才能とカリスマ性でグループを引っ張りますが、神宮寺優太はその冷静な判断力と計画性でグループを安定させています。このように、お互いの強みを生かし合いながら、二人はグループを成功へと導いてきました。しかし、彼らの関係は常に順調だったわけではありません。時には意見の食い違いや衝突もありました。それでも、彼らはお互いを尊重し、理解し合うことで、 より強い絆を築いてきました。特に、グループ内での役割分担や将来の方向性についての議論は、彼らにとって重要な課題でした。しかし、そのような議論を通じて、彼らはお互いの考えや価値観を深く理解し合い、さらに強固な信頼関係を築くことができました。また、彼らの関係はファンにも大きな影響を与えています。2人の友情や絆を見て、 ファンはその深さと美しさに感動し、彼らを一層応援するようになりました。神宮寺優太と平野翔の関係は、単なるアイドルグループのメンバー同士の友情ではなく、もっと普遍的で共感を呼ぶものです。それは、誰もが持ちたいと思うような理想的な友情の形であり、多くの人々に希望と勇気を与えています。特に、最近のインタビューやメディアでの発言からも、2人の関係の深さがうかがえます。 神宮寺雄太は、平野翔のことを、自分にとって最も大切な存在として常に語り、その信頼関係を強調しています。平野翔もまた、神宮寺の存在が自分にとってどれほど大きな支えであるかを頻繁に話しています。このような相互の尊重と愛情が、二人の絆をさらに強固なものにしているのです。そして、彼らの友情は今後も続いていくことでしょう。ジャニーズ事務所を退所し、 新たな道を歩み始めた神宮寺優太と平野翔ですが、その絆は決して揺らぐことはありません。彼らはこれからもお互いを支え合い、高め合いながら、それぞれの夢を追い続けることでしょう。ファンもまた、そんな2人の姿を見守り、応援し続けることを約束しています。翔く君のドラマきっかけでキンプリを知り、初めは翔く君が1番推しで、神くんは3番推しでした。その翔を見ているうちに、 くの行動が目ににつくようになりました。落ち込んだり自信を失くしそうなメンバーがいると前向きな言葉をかけ大変な作業をしているスタッフにねぎらいの声をかけ自ら手伝ったり隠し撮りだったにもかかわらずおにぎりを作ってくれた太一さんに対しちゃんとお礼の気持ちを言ってたりと礼儀正しく縁の下の力持ちな神君をどんどん知っていきました。そんな元の部分が大好きになり今では一番の推しです。 翔くんとの関係性は見ていてち。神宮寺優太と平野翔の友情は、個々の成長とともにさらに強固なものとなってきました。彼らはお互いの夢を尊重し、支え合いながらそれぞれの道を切り開いてきました。ジャニーズ事務所を退所した後も、2人の絆は変わらず強く、むしろ新たなチャレンジに向けて互いに励まし合う関係を続けています。ファンの目には、彼らの友情が一層深まっていることが明らかです。 2人は共に新しいプロジェクトに取り組み、それぞれの才能を生かし合いながら成長し続けています。彼らの友情は、仕事だけでなくプライベートでも非常に強固なものです。例えば、彼らが一緒に旅行に行く様子や、休日にリラックスして過ごす姿が SNS やインタビューでたびたび紹介されています。これらのエピソードは、ファンにとって彼らの友情の一端を垣間見る貴重な機会となっています。特に 平野が困難な時期に神宮寺がそばにいて支え続けたことは、ファンの心に深く刻まれています。逆に、神宮寺が困難に直面した時には、平野がその冷静さとリーダーシップで支え続けました。彼らの友情は、相互の支え合いと信頼に基づいており、これは非常に貴重なものです。神宮寺雄太と平野翔の友情は、多くのファンにとって理想的な関係の象徴でもあります。彼らの絆は、 仕事やプレッシャーに耐えながらも常にお互いを尊重し、理解し合う姿勢に裏打ちされています。彼らが共に過ごす時間や経験は、一層深い絆を育み、彼ら自身の成長にも大きな影響を与えています。特に、平野の華やかな存在感と神宮寺の冷静さが絶妙にバランスを取りながら、グループ全体を引っ張っていく姿は、多くのファンにとって感動的です。神宮寺優太は、 どんな状況でも冷静さを失わず、グループ全体のバランスを取る役割を担ってきました。彼のその姿勢は、特に平野紫との関係において非常に重要でした。平野がセンターとして前に出るとき、神宮寺はその背後でしっかりと支え、彼の力を最大限に引き出すために尽力しました。これにより、キンプリは数々の困難を乗り越え、成功を収めることができたのです。彼らの友情は、 ただの仲間以上のものであり、互いに補完し合い、高め合う関係です。さらに、彼らの友情は、ファンや周囲の人々に多くの影響を与えています。二人の関係を見て、多くのファンはその深さと美しさに感動し、彼らを一層応援するようになりました。神宮寺雄太と平野翔の関係は、単なるアイドルグループのメンバー同士の友情ではなく、もっと普遍的で共感を呼ぶものです。 それは、誰もが持ちたいと思うような理想的な友情の形であり、多くの人々に希望と勇気を与えています。特に、最近のインタビューやメディアでの発言からも、二人の関係の深さがうかがえます。神宮寺優太は、平野章のことを、自分にとって最も大切な存在として常に語り、その信頼関係を強調しています。平野章もまた、 神宮寺の存在が自分にとってどれほど大きな支えであるかを頻繁に話しています。このような相互の尊重と愛情が、2人の絆をさらに強固なものにしているのです。そして、彼らの友情は今後も続いていくことでしょう。ジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩み始めた神宮寺雄太と平野翔ですが、その絆は決して揺らぐことはありません。彼らはこれからもお互いを支え合い、高め合いながら、 それぞれの夢を追い続けることでしょうファンもまたそんな二人の姿を見守り応援し続けることを約束しています